になります、ね、ちょっと多少角度とか位置が変わってしまうのはすいません。あ、そう、あんま近く、近くで画角に、範囲がなければ物理的にギリギリまで近づけられます。これ以上近づけちゃうとか縦に入ってきちゃうのであれですけどぶつかっちゃうここ、まあ、これぐらい近く、この、これだと広めだからわかんないけど、あの本当にもうぶつかるまで近づけることが物理的に可能ですね、はい、そこがこの反射と透過のすごい大きな違い。めっちゃ近いめっちゃ近い。ちょっと待って、画角に入ってきてます。いや、いける。いける。バスタップ。あ、いいです。いきます。はい。限界まで。限界のギリギリを攻める。攻めてください。攻めてます。まだいけるかもしれない。ギリギリすぎるか。ギリギリすぎるか。めっちゃ限界ギリギリを攻めて、若干ここに傘が映り込みましたが、こうギリギリを攻められるのが透過のいいところ。で、これが透過で、これが反射ですね。若干画角が若干切り取ってる部分が違いますが、この目の映り込みの光の大きさですとか、まあ、この影のグラデーションの感じとか、服の滑らかさとかを見比べてもらうと良いのかな、わかりやすいかなですね。肌の明るさ、顔の明るさは大体一緒ですかね。で、こっちの方が少しはっきりしてて、こっちの方が滑らか、全体にふわーんと滑らかな、柔らかい感じ。で、目の、ちょっとアップしますね。キャッチの映り込みもこんな感じで、大きくて、ちょっと弱い感じに映ってます。距離近づけて大きく、光を大きくしていくと、少し暗めになっています。ちょっと遠くて硬い光の方が、こう、はっきりと、地雷っていうのは入りますね。で、あとは、背景の光の回り具合もだいぶ変わってきてますね。距離がすごく近づいている分、モデルさんによく光が当たって、背景の方には光があんまり届かなくなっていってるので、背景は暗く落ちてるっていう感じになってます。反射の方が光が遠ざかっていたので、その分光量、16分の1いってたんですけど、透過、こっちですね。これはもう物理的に距離がすごく近づいたので、その分光量も、弱くなっています。はい、こんな感じです。物理的に近づけられる距離感っていうのが全然変わってくるので、そこがやっぱ滑らかですね。結構大きな反射と透過の、一個違いかなと思います。綺麗ですね、はい、なのでアップで撮るときは、アクセサリー類は、できるだけ近づけて撮って柔らかい表現にするっていうのがおすすめの使い方になってきます。ナンスルーセントの場合は芯が出るっていう説明したじゃないですか、はいはいはい、でちょっとその違いをやりますか、はい、やりましょう。